記憶の中の姿を探し、歴史のぬくもりを感じ、芸術の美しさと巡り合う。国立台湾芸術教育館は台湾教育部に属し、1957年に台湾で初めて設立された国立芸術館です。自然や文化的な特色を持つ台北植物園の南海学園区に位置しています。芸術教育館は南海劇場、南海書院の2つの主要な建築を有し、主に芸術教育研究、普及や指導などの活動を行っています。また教育部の指針による人材発掘、優秀者の表彰、革新の奨励を推進するための全国6大芸術大会の主催機関でもあります。南海劇場は台湾初期における演劇や芸術教育の発祥地であり、多くの俳優がここで初上演を果たしました。今でも多くのアーティストやパフォーマーを生み出し、世界の舞台へと送り出しています。舞台はスタンダードな額縁舞台で、さまざまな芸術イベントに適しています。現在では学校芸術教育促進を主とした実験用舞台へと転換し、より多元的な演出形態を展開しています。南海書院は日本統治時代に建てられた健康神社の場所にあります。過去には国立中央図書館と国立教育資料館の建物として修繕増築され、日本、台湾、西洋の特色が融合した建築様式となっています。ここには4つの展示スペース、読書コーナー、そしてインタラクティブ体験学習エリアがあり、年間を通じて人々が無料で参加できる芸術教育の展示や芸術教育普及活動を開催しています。芸術教育館は芸術研究クラスを定期的に開催しています。また展示会、祝賀行事や夏休み冬休みに合わせて、幅広い年齢層向けの芸術教育研究活動を企画しています。全国的な学生の芸術大会開催のみならず、全国各地を回る講演や展示会など、芸術の普及にさらに力を入れています。芸術教育関連書籍の出版、台湾芸術教育ネットワーク、インターネット e 学園の芸術課程の開設、また各種芸術大会の成果発表などを通じ、さらに多元的な芸術学習を展開しています。国立台湾芸術教育館にぜひ足を運んでみてください。人生を豊かに彩る美と芸術を芸術教育館で体験しましょう。